ノビアル。ノビアル、ノービエルは、いかなる母語も犯されない、国際交流を促進する目的で開発された、国際補助語である。それまで、イド語の運動に参加し、後にインターリングアの開発に携わることになる、デンマークの言語学者イエスペルセンが開発した。ノビアル、ノービエルとは、ノーブアイルであり、ノーブイコール新しい、英語のニュー想等ーーと、 アイルイコール国際補助語、英語のインターナショナルオーグジリアリーランゲージ相当からの造語である。語彙は主にゲルマン語とロマンス語に基づいており、文法は英語の影響を受けている。ノビアルは1928年にイエス・ペルセンの著書アニ・インターナショナルランゲージにおいて初めて発表された。2年後に彼の辞書ノービエル歴史以下の中で改められ、 1930年代には、さらなる修正が提案されたものの、1943年のイエスペルセンの死と共に活動は休止していった。1990年代、インターネットのもたらした人工言語への関心の復活によって、ノビアルが再発見された。ノビアルは、イエスペルセンの著書アニ・インターナショナル・ランゲージ、1928年で、初めて記述が現れた。 第一部では国際補助語の目的における民族言語の欠点や人工国際補助語に共通する害を論じている。また、ボラピュク、エスペラント、イディオムネウトラル、イド語、無活用ラテン語、オクチレンタル、現在のインターリングのそれぞれに節を設け、人工国際補助語の歴史に関する批判的外観を行っている。イエスペルセンは上に挙げた、 国際補助語に限らず、人口国際補助語の問題に関する早期の豊富な研究を利用していることを明らにしている。アンインターナショナルランゲージの第二部には、ノビアルの詳細が記述されている。音韻論、聖書法、文法、語彙の問題の代替的な解決案が検討されており、民族言語やそれ以前に作られた国際補助語との比較による説明がある。 ウィキブックの参照ノビアルでは、主格と対角の代名詞が同じであることに注意。英語の、ワン、ゼー、ユーのような非認症代名詞はオンで表す。標準的な語順は、英語と同じくすぼである。従って、対角を主格と区別するための標識は不要である。例。よって、対角、直接目的語は、ほとんどの場合主格主語と等しくなる。 しかしながら、両義性の問題がある場合には、任意で、対角語尾のマイナス M を利用できるが、ほとんど使用されていない。前置詞の M はこの語尾と等価である。認証所有形容詞は代名詞に N、詞因の後では EN を加えることによって作られる。事実上これは代名詞の続格、所有格であり、面は、私のと、私のものの両方を意味する。例 前置詞のデモ、デミー、デビューなどのように所有表現を作る。動詞の形は、認証や数によって変化しない。多くの動詞の自生、方、体は本動詞の語根の前の助動詞によって表される。助動詞の位置は、英語の対応する文の語順に従う。代名詞を例として、括弧の中に示す。ノびあるでは、になるの受け身と、であるの受け身を明確に区別する。 英語ではしばしば B 過去分子で同じ形をとる。しかし、になるの受け身も下の例のようにしばしばゲット過去分子で表される。になるの受動体は助動詞のブレイを語根の前に置くことで作られる。であるの受動体は助動詞の S を過去受動分子、語根 T の前に置くことで作られる。定冠詞は LI で変化しない。英語と同じように用いられる。 不定関詞は存在しない。ただし、うん、一つの和使用できる。複数名詞は S、死音の後では S を、単数名詞に加えることで作られる。対角は、通常主角と同じであるが、語尾の M や前置詞の M で任意に表示できる。複数対角の語尾は、セム、死音の後では SM となる。俗角は N、死の後では EN や、 前置詞のマイナスでで作られる。複数属角は線、死音の後ではエセンとなる。他の角は前置詞で作られる。形容詞はすべてからイで終わる。ただし、発音が容易で混乱が生じない場合には語尾を外してもよい。形容詞は就職される名詞に先行する。形容詞は名詞と一致しないが、受ける名詞が存在しないならば名詞語尾を与えてもよい。 形容詞は語尾のマイナス I の後に m を加えることによって対応する副詞に変化する。およびを参照。イエスペルセンはエスペラントの創作者とは異なり専門の言語学者だった。彼はエスペラントや井戸ゴに見出した恣意的で人工的な特徴を嫌い、さらにこれらの言語のラテン語のような屈折の体系は無駄に複雑だと考え反対した。かつて彼は 自然言語の有用な構造はそのままに、聞き心地が良く、規則的なノビアルを模索していい。ノビアルでは、ノビアルとエスペラント、イドゴの主な違いは、名詞語尾に関係がある。イエスペルセンは、すべての名詞が一つの母音で終わる体系、エスペラント、イドゴのマイナスを、不自然で紛らわしいとして拒絶した。代わりに、ノビアルの名詞は、O、A、E、U。 運のいずれかで終わる。これらの語尾は、ロマンス諸語の習慣に準じて自然性を示すために採用されたのかもしれない。また、名詞との一致のための形容詞への条件や文法性も存在しない。ノビアルや関連言語による主の祈りの訳、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。